5月24日、日頃の感謝を伝えようと、ロザリオ幼稚園の園児が松山市三番町の松山中央郵便局を訪れました。ロザリオ幼稚園では、聖母を称える月とされている5月に、日頃お世話になっている人たちに感謝を込めて花束を送っています。この日は園児20人が参加し、それぞれの家から花を持ち寄り、感謝の祈りを捧げた花束にして局員に手渡しました。皆様には郵便配達とかで、活躍している、はい、ありがとうね。ありがとう。またお返しに局員から園児にお土産が手渡され、園児たちは嬉しそうに受け取っていました。いつもありがとうございました。ありがとうございます。可愛い園児の方にたくさんの綺麗な花をいただきまして、非常に嬉しく思っております。これから郵便局もですね、市民の皆様に喜ばれるように、そして小さい子どもさんが憧れるような仕事に応募していくように頑張っていきたいと思います。今日の花束は非常に仕事をする上で励みになりました。ありがとうございました。また花束贈呈後には配達で使用されているバイクや車の乗車体験も行われ、園児たちは広いなどと言いながら楽しそうに車内を覗いていました。園児たちが一生懸命願いを込めた花束、これからの仕事の励みになることでしょう。